さて今夜の挑戦者はプロレスラーの武田雅史選手です武田選手は1985年東京都のご出身30歳身長は1 7 3センチ体重8 5キロ 高校時代よりデスマッチに憧れ卒業後にプロレスに向けた体作りのために u ファイルキャンプに一般会員として入会そのまま総合格闘技の道へ進みゼストやディープに出場するもデスマッチへの思いを断ち切れずに2008年より大日本プロレスに参戦を果たしました以降は危険なデスマッチに次々と挑みファンからの支持を得ています 今や笠井純選手とともに日本のプロレス界を代表するデスマッチファイターの一人と言われております。そんな武田選手が今回はなんと NWA のベルトを取りにやってくるとねえ、どんな試合をしてくれるんでしょうか今、武田選手はですね、タイトルマッチの前にスタジオの隣にありますドレッシングルームでウォーミングアップの真っ最中と聞いております。その模様はとと、いますと こちらに向かってあ、ペロッと舌を出しましたロードウォリアーズ的なねパフォーマンスがありました広島カープのファンだと聞いておりますが今日はね、T シャツも帽子も真っ黒でございますジャイアンツカラーじゃないですよねあリバーサルのマーク入ってますねこれもやっぱりあのトレードマークでございますがさあ、今日はスタジオ内にリング内に何か狂気を持ってくるんでしょうかカミソリボードガラスボードそれともビルビンですか 異色の対決になります。タイトルマッチのゴング。この後鳴らされます。マキシマウザホルモンロキンポ殺し。これ前奏付きのバージョンでお届けしておりますが、この曲に乗せまして、今夜のゲストが華麗にリングインを果たしました。ご紹介しましょう。プロレスラーの武田正志選手です。ようこそ、こんばんは。いします。今日は、ゲーム音はなしで。はい、今日は脳狂気で。<ー>はい。エンドラブレーのタイトルマッチですからね。タイトルマッチないですか。でもエンドラブレーって聞いても、ちょっとピンとこないじゃないですか。 全然来ないですねですよねなんか中学生ぐらいの時に小川直哉さんがああなんか巻いてたりあ,<ー>あっちの、はい、あっちの方です、ね、あっちの方しか知らないです、ね、ダンスバーンとかの方ねそうです、ね、はいはいはい全然そっちの方が印象はありますねなんたって僕ともうね、はい、一回り違うんですよちょうど あ、本当ですか。指導しで、だからもう見てきてるもの相当違うと思うんですけど、まあでもね試合は僕いつも一方的に覇見してますんで、ありがとうございます。本当に素晴らしい試合をいつもね、やってるなと思います。自己満足でやってます。おっしゃいます。でもあれなんですね、プロフィールというか、町田のご出身で、はい町田ですね。はい。これも僕ピンとくるところがあって、本当ですか。というのは僕あの18まで神戸に住んでて、まあ高校卒業して。 東京に出てきたんですけど、その最初に住んだ町が町田だったんです。あ、本当ですか。おお。だから状況の思い出っていうか、自分にとっての最初の東京って町田なんですよね。親近感湧きますね。町田僕大好きすぎて。はい。なんか町田会みたいなのやってるんでしょ？今。あの石川修次っていうレースだとユニオンプロレス。はい。今ユニオンなくなりましたけどあの人もなんか。 出身は東北なんですけど岩手の方で出てきた時に玉川大学にいたらしくて隣の駅ですねあの人も町田に住んでて今もう宇野森っていう町田の近くのすごいマイナーな話なんですけど宇野森に住んでて町田で興行を将来的にやりたいねみたいな話からその会が。 作られてやってもいいですよね町田ででもいろいろ規制があるらしくてと言いますとまあまあ口では言えない規制がいろいろあるらしいんですよまあこっち系にああまあか噂ですけど前例がないっていう話でいやでもね全日本プロレスの町田旗揚げしてるそね体ですよあれ以来ないらしいですよなんでちょっとまあ今調整中なんですけどそうですか来年再来年にはちょっとやりたいなっていやちょっとそれ行きたいな僕 ただ単に町田会っていうのはファンと飲むだけの会です。飲み会だけどそこから大きくしていつか興行にしていうですねなんかちょっと顔を売ってみたいな感じでやってるんですか。とカレさんがね微妙なんですよね町田の隣の長津田っていう神奈川の横浜線で言う2個隣だそうです2個隣のとこに住んでるんですけどほぼ町田ですねあの人も今ジムも一緒なんで町田ではい。 そうなんですちょっとじゃあ、はい、その大きな夢に向かって、はい、少しずつ大きくしてもらいたいと思うんですけどね、はい、いやーでもまあそのねいつも激しいデスマッチやってますから、はい、随分ともう見た目かなり傷ありますねそ,そうですね額も、まあ、腕とかもそうですけど、ええ、傷だらけで額のギザギザも相当ですねこれがもうここ2年ぐらいでひどくなって、ええ、結構もう会う人会う人に言われるんですけどはい ちょっと今コンプレックスであんま言わない方がいいんですかえいいんですけどあの帽子は常に被ってますねはい、やっぱりこれもう我々の世代的に言うとかなりもうぶっちゃーかしてるというかそうですね完全にぶっちゃーかですねですよねえあの流血した後っていうのはもうどうやって処置するんですかいやもう額に関してはテーピング貼って終わりです止血してで家帰って 朝までテーピングしてペリッと外してペリッと外してあ止まってるって確認して終わりです終わりで次の日試合あったらまた傷開くんですか開きますねすぐ出ちゃいますねじゃあもうかさぶたできる前にできる前にもう開いてしまうというはい傷は一番ひどいのどこですか背中ですかあ胸ですね僕背中と胸ですねはい胸にもう何ですかねミミズみたいのがいっぱい貼ってますはいそれは何傷ですか刺しれは 蛍光灯でえぐれたりあ,<ー>あとガラスとかでえぐれちゃったやつですねそういう処置も基本的にはもうテーピング貼って終わりですか、はい、でも深くて血が止まらないとかいう傷はさすがに縫いますけどはい、はい、もう本当に切れた程度だったら本当にテーピングとか絆創膏貼って。 シャワー浴びて帰っちゃいます。はい。でもまあね、このデスマッチというのが、もう本当に好きで好きで、やりたくてしょうがなかったんですよね、学生の時から。そうですね。はい。それしか頭になかったですね。はい。中学生ですか?。高校生。えっと、目覚めたのが中三ですね。中二かな中二の終わりから中三にかけてですね。はい。まあ、あれでそういうのいました?。います。もう一人ぼっちですよね。そうですね。プロレス好きなやつもほとんどいなかったんで。まあ、本当数えるほどしかいなくて。 でたまたまなんですけど友達がレンタルビデオ屋で大日本プロレスのやべえのあるみたいなことを言い出して、うん、でプロレス好きでしょみたいな、うん、これ見ようぜみたいな、うん、みんなで見たんですよでパッケージが本当にそれこそ剣道長崎さんとか中牧庄司さんああ初期ですね血みどろになってる写真が出ててでこう再生して見たらみんな血だらけじゃないですか、うんうん、そこで多分普通の人は うわなんだこれって思うんですけどそこでピンときてこれやりてえなってこれだとはいめっちゃハマっちゃって今考えるとなんでやりたいと思ったんでしょうねんでですかね痛いのが好きっていうわけでもないですけど割と怖いものに挑戦したいとかなんかそういうタイプだったので怖いもの見たさみたいのが多くてちっちゃい頃から結構母親のチャリの後ろとかに乗せられて回転してるじゃないですか 車輪が、うん、これが足突っ込んだら痛いのかなみたいな<ー>発想があって突っ込んで止めたり泣いたりしてたんですけど、えー、そこなんかそういう癖があるというか、はい、なんか痛い自分を見てる周りが好きみたいなやっぱりね <laughs> そういう素養があるんですよ、はい、あるかもしれないですね、はい、じゃないとできないしピンとこないですよはい、はい ね。でも一気にのめり込むわけですよね高校生になった時にはもうプロレスやりたいっていうのでレスリングも入るんでしたっけデスマッチやりたあのレスリングに入りましたレスリングで教わることってデスマッチに役立つことって全く役立たなかったんでだから部活外のとこでいろいろやってましたね僕ははあと言いますとえっとまず画びょう腕相撲ってやってました画びょうを両脇のいて負けたやつが刺さる 倒れたらね刺さっちゃうわざと負けてましたちゃんとその頃からもう腕相撲でバンプを取ることを覚えるわけですよねバンプなのか分かんないですけどねでまあまあそのデスマッチを追いかける中でやっぱスターが笠井潤さんだったとそうですね一番ピンときたというかなんか当時その CGW が来ててコンバットゾーンレスリですねでもその衝撃が強くてすごいなホッチキス使ったりあれやばかった なんかレモン蛍光灯とかなんかいろいろやってて面白いなと思っててそこなんか日本人が加入みたいなそしたら葛さんですそこでその時サルキャラっていうのをやってて笠井さんがすげえ面白いのに激しいことをやっててなんかデスマッチの中にも笑いを取り入れるみたいななんかすげえなこの人みたいなしかもなんか見た目がすごいピンときてなんかギャングというかい悪そうだなみたいな。 なみたいなとこから入りましたはいその辺がだから町田で過ごしてそうですねはいもう町田で追っかけやってたわけですよね追っかけというかまあ毎週週プロゴングでその時ゴングを買ってもういち早く新日本とか見ずに大日本の記事を探し白黒だったら文句を言ってはいはいへえでまあその中3のクリスマスですよ恋愛とかみんなしてる時に 男二人で、ええ、大日本の後楽園大会に行くわけです。は,<ー>はい。はい。で、その時にデスマッチがやっと生で見れると思って行ったんですけど。うんはい、デスマッチがない紅葉でした。<laughs> 最低のクリスマスです、ねはい。なんかメインがなんか、小鹿サンタの贈り物っていう。<laughs> 小鹿さんが。ほのぼのした。はい。袋からピコピコハンマーとか。ええ、わけわかんない狂気を出して。はい、全然血が出ないって。<laughs> ももううう抜けですよこれ求めててるのと違っ大国坊弁慶さんが相撲取ってたらプロレスじゃねえじゃんってすげえ思ったんですけどファン感謝でできなね、状況だったはででもまあそこでまあ諦めずにというか高一の本当夏休みぐらいに横浜分隊にザンディグと松永さんの稽古と200本勝ったかの試合を見に行ったんですそれでもう葛西さんも出てて すげななみたいもう俺の進む道はこれだと確信するわけですよねリングの周りに肉片落ちてるよみたいな興奮がもう止まんなくて本当落ちてたんですか落ちてましたその時に結構僕よく覚えてるんですけど血分かり機を使うワイフビーターーターいましたねワイフビーターが穂坂秀樹さんの腕をえぐったんですよバーッて草刈り機で草刈りそで衝撃でに リングの周り見たら、肉片みたいな感じ。マジかの、経営的ながら聞きますけど、どれぐらいの大きさだったんですか。まあ、本当に米粒よりでかいですけど、本当チョコレートよりいかないですね。なんだろう、なんつったらいいんだろうな。本当にちっちゃいです、本当に。本当ちっちゃいです。森中チョコボールぐらいの感じですか。チョコボールよりちっちゃい。はい。半分ぐらいですかね、チョコボールの。はい。でも、まあ、最初友達が見つけて、それを。でも、すぐ見に行って。はい。 うわーと思わずすげえっつって写真撮ったかなあの時なんか覚えてますねそれ<わ>、はい、まあねデスマッチ好きにはもうたまらんと言いますかねでもその葛西潤さんがすごい好きだと葛西潤さんはその他のデスマッチファイターと何が違ったんですかうーん何でしょう発想だったりやっぱキャラが明確になってたんですごいそのキャサルキャラっていうんですかね、はい、あとやっぱ思い切りの良さというか、うん 見ててすごいスカあとはもうやっぱ今カリスマって言われてますけどその当時からやっぱりかっこよさというかそういうのがあったんで<ー>まあでもねそんな思い入れのある葛西さんの後追っかけて、はい、でまあそのデスマッチの道に入るわけじゃないですか、はいはい、で対戦もすると、はい、デスマッチトーナメントのね、はい、優勝決定戦も見に行きましたけども、はいはい、あれ良かったですねで終わった後二2人でマイクやるじゃないですか、はいはい、あの時はプロレス入って初めてガチ泣きしましてそうですかは、ね、い <laughs> それはマイクの後であのマイクでなんかザイさんの言葉がなんかすげえグッときて、はい、まあ正直言えばジョンファンじゃないですかもともとそんな男からなんか「俺っちの背中をなんか世界中にいっぱいいるです」「ちまいたん中から、うん、俺っちの、うん、俺っちを選んで」 背中を追いかけてくれてありがとうみたいなこと言われて、なんかわかんないですけどすげえ涙できて、ガチ泣きしたの覚えてますね。あれが最初で最後ですね多分。あそうですか。プロレスのリングであんだけ泣いたのは。はい。いや、俺はお前よりもデスマッチの方が好きだっていうね、そういう言葉もありましたけど、良かったですよね。そうですね。はい。いや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 、まあじゃあちょっとこの辺りで一曲いきたいと思いますけども、リクエストを武田さんからいただいておりまして。 リクエススト曲は渡辺美里さんのサマーータイムブルースこれはまたどうしてこれリクエストというか、ええ、思い出に残る曲っていうのを言われたんで、はい、なんか何も浮かばなかったんですけどパッて思い出したのがこの曲で「UFILE キャンプ町田」っていうとこにいたんですけど、ええ、上山隆輝さんいはい、はい、まあすごい。 嫌な思い出。<laughs> 嫌な思い出というか、はい、まあ、辛い、まあ、辛いと言っておきましょう。これ、だか一般会員時代じゃなくて、はい。一般会員からちょっと繰り上げて、はい、まあ、なんか、死んでしまがいのことをやってたんですよ。その時、なんか結構、まあ、コケ使われたり、うん、いろいろされてる時に、はい、ほんと毎日かかってた曲で。ジムの中で。はい。もう、歌詞とか全部覚えるぐらいに、ほんと毎日かかってた曲で。<laughs> これ、上山さんがお好きだったんですかね。多分そうですね。 なんか、渡辺美里、なんか、ベストみたいな、MD が置いてあったんです、はい、<笑><笑>で、ジム行って、いつもコンポの電源入れて、再生を押すんですよ。はい、BGM 流した、はい、だい大体、渡辺美里が入ってるんです<ー>、はい、で、上山さんが来たら、まあ、違う曲かけてても、渡辺美里に変えたりしてたんで、<ー>トラウマの曲です。<laughs> <laughs> まあね、音楽って面白いもんで、聞くとその当時のことを思い出す。んですよねすげえ、思い出しますね。はい。じゃあ、ちょっと苦しかった時代を思い出してもらいましょうか。はい。今やね、もうデスマッチといえば、武田っていうイメージになってますけど、はい、その前にはこういう時代もあったんです。そうですね。はい。久住、はい、時代を、この曲を聴きながら思い出していただきます。はい、渡辺美里さんです。はい、サマータイムプラス。はい。一応、二二ラジオ日本企業の刺激をお届けしています。前中のハーリーレース、今夜は武田雅史選手をゲストにお迎えしてお送りしております。 さて、まあ、中学生ぐらいから本当にあのデスマッチが大好きでその世界に行ってしまったという武田選手結構なもうキャリアを積んできましたけども、はい、体の傷も増えました、はい、今までやってきた試合で、はいはい、一番これはやばいなっていう相手は誰だったんですかやばいなって相手ですか、えー、まあそれこそこの間やったビオレント・ジャックというメキシコ人も相当やばかったんですけど。えー 僕の中では「マサダっていう外人が、はい、あの人も無茶しますよねはいあの人に関しては僕はトラウマが結構あるんで<ー>、はい、と言いますとえっと結構最初僕が「大日本プロレス」に出だした頃に、はい、まあ彼ら来てたんですよ、うん、でなんか「後楽園ホール」に初めて出るっていう大会で出させてもらった時に全然相手とか知らなくて会場行ったら相手が「マサダって もう一人の怪人で普通の試合だったんですよ形式的にはそしたらはしごやら椅子やらぶん回してきて結構痛い目に合わされてるのから始まってるんですけどデスマッチルールじゃないのにデスマッチルールじゃないのにはしごとかいろいろ使ってきてそっから始まってるんですけど札幌ではエプロンからエプロンからパワーボムで客席に投げられたりむちゃじゃありますね 一番トラウマが23年前ですかねの笠井ンプロデュースの「後楽園クリスマス」ですクリスマスにカミソリボードと彼のフェイバリットアイテムな竹串ですねあれで瀕死状態までにされたっていう話なんですけどデスマッチって日本人と外国人でちょっと違うところあるんですか やっぱり発想とかアイテムの使い方がやっぱ違いますね、ええ、はいやっぱりなんかアメリカじゃバイオレンスというかそのなんとなくね我々も見てて、はいはい、日本人同士だと結構ねまあ、はい、そうは言っても根底に安心して見てられるんですよんす、ね、なんか日本人同士だと暗黙の了解みたいなのがあるんですけど、はいはい、外人にはないですないですか <laughs> <laughs> 無茶していきますねすごいここ超えてはいけないってところを超、はいね、えたりするわけですかた時も ぶっちゃけもうアイテムうんぬよりエルボーで記憶飛ばされて僕半分以上覚えてないですよ、えー、で,で後半あたりから記憶がだんだん蘇ってきたんですけどはい、はい、その時に竹串を頭に刺されてその竹串を抜いてあもう終わりかなと思ったら口に刺されてうわ口どこにどうですかのほっぺたの方に押し込んできてそれをマットに僕のほっぺたをマットにつけるんです、はい、でまあこう竹串が上向いてる状態じゃないですか、はい それを足であいつは踏みましたう<わ> <laughs> じゃあ刺さりますよね当然、はい、刺さりましたね血がドバドバ出て出てもう穴だらけです、ね、でもそれって口から血が出るのって口の中でしょ中ですねとお客さんに伝わんないってことですかでも刺さってて何本か<ー>で抜,抜いても、はい、<ー>でその後もやりたい放題やられて25分ぐらいやったんですけどうわもうヘロヘロのままあのそういう社員が終わった後って、はいはい どうなんですか、はい、試合後はノーサイドになって握手できるもんなんですかあでもそうですねノーサイドになる人もいますし、はい、いない人もいますけどマサダとは大丈夫なんですかマサダはなんかその後普通にドレッシングルームで会って、ええええ、なんか「ハッピーメリークリスマス」って言わあてじゃあちゃんとそこはオンオフがね、はいはい、つけられるというかでいいクリスマス過ごせよみたいなあっちは条件だったんですけどこっちはボロボロでも <laughs> 今から病院だよみたいなはい病院は行かなかったですけどねその時も<ー>はい。 そうそう、そうですか。まあ、じゃ、あそのマサだから、とにかく一番やばいと。うん、そうですね。まあ、やばかったですね。はい。あの、まあ、ラダーだったり、それからガラス、カミソリ、あと蛍光灯。どうですか。一番危ないのって何なんですか。あ、でも、単純に、やっぱり画鋲は痛いですね。やっぱり、そうなんですか。あの、ちっちゃい画鋲かやっぱり、巣に戻りますね。はい。 手とかすごい新経通ってるんで、ええ、も,うもうリング上が画鋲だらけじゃないですか、はい、手ついて起きるだけでももういてってなります背中じゃないんですか背中はぶっちゃけ感覚ないです試合終わってついてるよって言われても分かんないぐらいう、はい、そうですねもう体の中にもいっぱいあの破片入ってんじゃないですか入ってますね一回あのであの肘の中に破片が入っちゃって、はい、出てこなくて、ええ 熱持ってめっちゃ腫れたことあって全身麻酔で手術したんですけどその時に手術前に CT を取ったんですよそしたら肘だけじゃなくていろんなとこにこう影がいっぱいあってこれも取らなきゃねみたいなこと言われたんですけど放置ですね笠井純さんがこの番組来た時に「怖くないんですか?」といよく飛んだりされてますけど」って言ったら「もう怖いって思う前に飛ぶんだ」とこれが大事だ」ということをおっしゃってました武田さんの場合どうですか 怖いと思う瞬間怖い思う瞬間ないですねあんまりないですねはあかもう中途半端に多分ガラスとか蛍光灯に突っ込んでると逆に怪我するんで僕のポリシーとしてはもう思いっきりに当たりにくいとかですねでもさすがにやったことがないんで分かんないですけどバルコニーとかから飛ぶとか見ててできないですねあれを食らった時に 初めて思いました。これすげえなって。相当の衝撃ですか。あん時も笠井さんが飛んできて、すげえ長い時間に感じたんです。もう早く早くみたいな。でも胃が潰れそうになりました。うなんかうえみたいな。それこそなんか血尿とか出んじゃねえかぐ衝撃でしたね。あのデスマッチってね難しいのが、まあデスマッチですから、まあ死ぬかもしれないような試合を見せるんだけど。 かといって本当に死んでしまってはいけないっていうこのぎりぎりのさじ加減ていうのは、うん、そうですねこれは難しくないですか。はい、うん難しい、まあ、死んだら終わりですからね、うん、そのぎりぎりを見せるのが多分デスマッチだと思うんで、えー、まあ殺し合いじゃないんで殺し合いいじゃないですよね、うん、で結構プロレスも頭使いますけど、うん、デスマッチもデスマッチ頭っていうのがすごい要求されるんでもうデスマッチを毎回見に来てる人って目が超えてるわけじゃないですか。はい だから軽功刀一つにしても使い方を工夫したりとかしなきゃいけないわけで、うん、結構ねハードル高いですよ。ね、はい、でどんどん上がっていくじゃないですか。そうなんですよ。軽功刀もそのなんかあのね、はい、縦にガーンと長くして、はい、タワーみたいにしたりとか、ね、あるいは上から何秒後に落ちてきますとか、はいろいろやってるじゃないですかはいはい、はい。だから本当にあるレスラーが言ってたのが本当に一回リセットした方がいいって。はい。 もうきエスカレートして行き過ぎたから、ええ、本当に傾向と一本デスマッチとかから始めた方がいいみたいな<ー>言ってましたよやっぱりほうき、ん、を相手にプロレスするみたいな感じあそうですねと一、はい、本で一、はい、本でやったらやるぐらいのやっぱりリセットが必要じゃないかと、はい、これ以上いったら本当に刃物とかになっちゃうんでうんガチな刃物とかになっちゃうんでうんそうすると本当にただの殺人賞になっちゃうんでそうですよね やっぱりデスマッチファイターはみんなそのぎりぎりのところを分かってるんだけど、はい、ただねお客さんの求めるものはどんどん上がってくるし、うんねはい、難しいででですすすよねねこの差し加加減減が難しいい、ねね、どうですかいろんなこう、ねはい、デスマッチの形式ありますけど笠井、はい、さんが言うにはやっぱり蛍光灯っていうのがは一、い、つやっぱりもう一つのゴールというかうん完成形だということはおっしゃってましたね。はははい、はい、はい,はい、はいうん でもどうですその、はい、まあ武田さんがね中学生、はい、高校生の時にデスマッチのビデオ見て、はい、うわやべえなみたいな思ってるような感じでやっぱ世代がこうまた一回りすると、はい、今の若いファンの好みとか、はい、視点とかっていうのは、はい、武田さんのせいとまた違うところあるんじゃないですかそうですね,なんですかね結構僕がが見てててた時って泥臭いデスマッチが多くて、うんうん、本当に有志鉄線 だだけだったりはい、はい、それでなんかもううわーわー言ってる時代だったんですけど、うん、今あって蛍光灯一本割ったところで客が納得しないんで、うんうん、やっぱ、うん、さっきも言いましたけどハードルが上がってるんでで、うん、すかね、うん、若い人を最近見出した人たちは特にそう思ってると思いますね。見<ー>、はいうん、見ててるる人人たたちちもそうっすけど最近見てる人たちは本当 それが当たり前になっっちゃてるやっぱり蛍光灯でしょみたいなたかが蛍光灯でしょみたいな僕らにとって蛍光灯も嫌なんですようん。嫌というかまあね十分やってるつもりなんですけどそこら辺の違いじゃないですかねやっぱりだやっぱりね今30歳になられて次の世代がね出てきてあ感覚違うなっていうね時がまた出てくると思うんですよね 下の世代に僕は言いたいのはなーなあでやってるやつが多いなっていう。そうですかぶっちゃけ言うとやっぱりやりたくてやってるやつって結構発想とか自分の考えが結構明確になってるんですけど結構若いやつはもうんかその場しのぎというかただ殴ればいいんでしょうとか結構簡単に考えてるやつが多いんで。 はい。じゃそういったところしっかりとまあスピリットを伝えていかないと。そうですね。まあまあ僕はまだそんな一気に達してないですけど。そうですか。まだ我々も勉強なんで。はい。まあまあね。先輩方いっぱいいらっしゃいますけども。さあ、ええそんな武田さんがですね、今度またあの格闘技の方もはい。やるっていうことで、今準備も進めてるようですけども。そうですね。はい。これも驚きですね。やっぱりあのやり残したっていう感がありますか。そうですね。まあずっとあったんですけどやっぱり。 まあ、格闘技やっててフェードアウトみたいな感じですね、うん、本当に、うん、中途半端な感じでデスマッチの方に行って、やっぱ、ね、すごい、まあ、u ファイル所属っていうのもあったんですけど、やっぱり格闘技っていうのが自分の原点なんで、うん、やっぱどっかもう一回けじめで、なんか、ちゃんと試合したいなっていうのはずっと心の中にあって、タイミングを計ってたんですけどね。うんはあ でもやっぱ今年30歳、うん、でまあ体ももう正直ボロボロだし、はい、いつまでね動けるか分かんないんで今しかねえなと思って<ー>はいでもプロレスラーの格闘技挑戦っていうのは、はい、ちょっと久々な感じがありますねそうですねもうそのそれこそバリバリやってた時は、ええ、もうエセプロレスラーですよ本当とにほんとに格闘家がちょっとプロレスかじってうん、うん もうやってますみたいな感じでだったんですけど、うん、今回逆にちゃんともうデスマッチファイターとして上がってやろうかなっていう気持ちですね。ってことは松永さんみたいに頭に巻いていてくみたいなちょっと考えてるんですけどねそれは、はい、どこまでね大会側が許してくれるかっていう話ですけど <laughs> <え>でもまああれですよねそのプロレスラーが、はい、一時格闘技にバッと挑戦する時期あったじゃないですか。はいはい、ああいいう時ははどんんな気持ちでで見てたすすかあ僕はすごい 好きでああいうの本当にそれこそ八代吉明さんとか出てたじゃないですか K リーグトリチとかはいはか負けちゃったけどやっぱプロレスラーってすげえなみたいな度胸というかねそれこそ藤田選手とかやっぱすげえなって見てましたねはい世間の家臣さんとかやっぱ石澤さんいやすげえ通用するじゃんみたいなだからプロレスラー最強説っていうのは僕の中にはあるんで うん、そ格闘技をやっても強いっていうそうですねだからやるからには負けたくないのはあります<ー>はいいいですねでも勝負の世界なんでねそこは、うん、時の運もあるし <laughs> オブラートで包みますけどどうですか周りで他にこに気になるレスラーとか、はいはい、うんなんかいつか上がってみたいリングとかそういうのあるんですか いつか上だってね今立場的にはいろんなとこも上がれるわけじゃないですかどうですかね僕はまあ結構デスマッチ色強いんで分かんないですけどデスマッチ以外はやるつもりないんですかいや全然普通の試合も好きなんで全然格闘色強い、ね、試合とかも出させてもらったりしてるんで、はい、全然あれですけど誰ですかねあでも結構スタイル的に次は高史さんの試合を見て結構

ここでゴングが鳴りました。はい、時間切れのゴングでございます。はい、時間切れなんですね。はい,はい。えー、時間切れのゴングが鳴りまして試合終了でございます。時間切れ泥の場合はですね、はい、チャンピオン側が防衛ということに、はい、負けですね。そうなんですよ。まあ引き分けなんだけど。はい タイトルの移動はなしということになりました。番組が二百四十七回目の大座防衛に成功でございます。まあ、これはあのチャンピオンの上等手段といいますか。ね。なるほど。武田選手もベルトを、ね、今お持ちですよね。今、あのフリーダムスのベルト。ね。任せてもらってます。はい。多分一緒だと思うんですよ。あ、引き分けになったら、多分。そうですね。防衛ですから。はい。勝ちは勝ちですからね。勝ちは勝ちですから。あの、ぜひこの戦法を使っていただきたいと思いますが。今日振り返ってみていかがでした?。そうですね。なんか。 嫌な思い出出も思いいしながらろ <laughs> <laughs> んなことをまあ,まあまだいっぱいしゃべりたいことはあるんですけど、ええ、結構やっぱりいいですねなんか振り返られて自分の反省を楽しかったですねあのね男30って結構ね、はい、区切りですよちょっとっ振り返りたくなるそう,すねそういう時期なんですよはいまあ結婚もまだですし、ええ、はい 彼女も募集してます <laughs> <laughs> ここで言うことじゃないかもしれない。これがお知らせですか。はい、お知らせ、はい、お知らせですかね。お知らせ。はい。まあ彼女も募集してますが。はい。はい